結構、前の話、姉が大学に通ってて、女性専用のアパートに一人暮らししてた。日付が変わろうかという時間くらい、そろそろ寝ようと思ったら、隣の部屋から、キャーと、ものすごい悲鳴がしたそうだ。知らんふりもできないので、武器になりそうな風呂掃除用の短いモップを持って玄関を開けると、同じタイミングで悲鳴のした部屋の住人も、ラクロスのステッキを片手に飛び出してきたと。隣人は、びっくりした顔で大丈夫ですか?と尋ねてきたが、それは、こっちのセリフだと思った姉は、そっちの部屋から悲鳴がしたので飛び出してきたんですがと、お互いに首をかしげた。お互い、はてな?と思っていたら、アパートの住人が続々と出てきて、何かあったんですか?と聞いてくる。二人とも悲鳴を聞いて飛び出してきたことをみんなに伝え、アパートの住人一同無事を確認し合うと、さっきの悲鳴は何だったのかと首をひねった。何があったかわからないものを考えても、拉致が開かないし、どっかで誰かが悲鳴を上げていたのかもしれないということで、最寄りの交番に通報し、その日は解散となった。翌日、交番からアパートを管理している不動産会社に連絡が入り、不動産屋が調査に来た。すると、驚くことが分かった。悲鳴と思った声は悲鳴ではなかった。姉の部屋と隣人の部屋の間で、アパートが真っ二つに割れていたのだった。悲鳴は、部屋と部屋の間の鉄骨が擦れて出た音だったとのこと。アパート自体、新築で、設計に手抜きもなく、なんで真っ二つになったのかは、調査結果を姉が聞かなかったからわからなかったが、もしかしたら、アパートは、寝てる間に崩れていたかもしれないという話だった。その後、引っ越し費用や引っ越し先を、不動産屋が、全部面倒見てくれて、2から3日で引っ越しは終わったので、姉は、ラッキーとか言って済ませていました。